ピンクの粘土で何作ろう、何作ろう、できた。桃。ピンクの粘土で何作ろう、何作ろう、できた。桜の花びら。ピンクの粘土で何作ろう、何作ろう、できた。筋肉。百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店のうかです。やってますか。もう今日の動画は大変大変貴重です。特にね、いつも年配の先生、おじさん先生、おじいちゃん先生に指導を受けていて、剣道に守りはないんじゃとか、そこまで入る前に打てとか、打たれるのが嫌だからってすぐ打つなって言われてる人、お待たせしました。今日の動画を見るだけでみんなの先生が言ってることがよくわかるようになります。そのためにはみんなの先生の時代の剣道、昔の剣道と今の剣道の違いを知るのが一番なんです。どっちがいいとか昔の剣道興味ないとかじゃなくて、よければ一度見てください。今月号の剣道日本2022年の3月号の中で、おそらく誰もほとんど見たことがない、金沢大学名誉教授の江戸幸吉先生という方が個人で所有されてた、当時のね、昭和40年代50年代の全日本剣道選手権大会の様子を、これをね公開されてます。ぜひよかったら見てください。江戸先生自身もね、昭和30年代40年代にすごく活躍された先生です。まあ、とにかくすぐにね動画見てほしいんですけども、より噛み砕くために、実際に、昭和48年に優勝された山田博之阪神、そしてもう一人、54年に優勝された末野英治阪神がですね、記事の中で昔の剣道と今の剣道こう違うんだよっていうのをすごくわかりやすく説明してくれてます。そのお二人の先生のね言葉を借りながら、まずは見ていきたいと思います。ポイントは3つです。1つは間合い、もう1つは守り防御、そして3つ目は捨て切った打ち。この3つ意識しながら見てみてください。昭和48年第21回全日本剣道選手権大会優勝、山田博之阪神。今回初めて映像で見た昭和48年の全日本選手権ですが、決勝での有馬先生との面と突きの相打ちもよく記憶していたシーンでした。自分で自分に感心した部分もありました。よく足を運んで動いているところです。足が止まることがないのは、攻撃が止まることも縁が切れることもないということで、攻撃を受けたとしてもすぐさま攻め返すような動作が見て取れました。動作によどみがないように見えるのは、呼吸が途切れていない証のようにも思いますし、何よりも打つ動作自体に中途半端なところがないことが印象に残りました。思い切って技を出し、当たらなければまた次の技を出す。それは私だけでなく、お互いにそういう動きに終始しているように伺えます。今の剣道に思うこと、昔の映像を見て改めて思ったのは、遠間に構え合い、自分から間合いに入ったら技を出し、相手が入ってきても技を出し、相手が技を出してきたらそれに負けないようにまた打ち返すという攻防に終始していることです。その中には受けるという動作がありません。遠間にとって間合いに入ったら打つわけですから、間合いに入る前の攻め合いが非常に大事になってきます。そうした攻防から比べると今の剣道のおかしさがわかります。間合いに入ったら打つべきなのに、間合いに入ってから受けの姿勢をとり、なおも間合いを詰めていく、そのことに何の意味があるのかと比較してみて改めて思わされます。昭和54年第27回全日本剣道選手権大会優勝、末野英治阪神。古川先生との決勝もお互いに捨て切って技を出し合う中で、どういう機会に打つかに勝機が委ねられました。一本ずつ取り合い、最後はたまたま私の得意なところで技を出せたことが結果につながりました。現在の捨て切れないわけ、全体を見て感じるのは間合いが遠いということ。その間でなければ捨て切った技を出すことはできないでしょう。打たれない間合いからどういうふうに打てる前に入るか、どういうふうにして自分のタイミングで相手を崩すか、打つためにはそういう仕事が必要です。打てると思うからこそ捨て切って打つこともできるわけです。打てるというパーセンテージを上げていくことが勝って打つの大事なところと思いますが、昨今は
打たれるかもしれないと思う気持ちが足かせとなって捨て切った技を出せないところもあるようです。指導している若い人たちに聞いても怖いから打ちに行くというケースがかなりの割合を占めていることを実感します。自分が打たれないために打つという我々世代には少なかった剣道感が今は主流になっている。打たれるかもしれないという気持ちを抱きながら打ちを出すなど捨てきれないままの攻防が今の剣道の現実かもしれません。いかがでした？ここからが動画の後半です。昔の剣道と今の剣道ちょっとね編集してまとめましたので見てください。いかがでした？懐かしいと思った人、それとも今の方がいいと思った人、いろんなご意見あると思います。もしよければ、この動画にねコメント残していただいてもいいですし、剣道日本さんの方に、コメントとかね感想とか意見とかあればね送ってもらえれば、なんか記事の中で採用してもらえたり記念品もらえたりすることもあるみたいです。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。ホームページが新しくなりました。剣道部の選び方の動画が100本以上あったり、かっこいい剣道部のウェブシミュレーションができたりします。無料カタログもこちらからプレゼントしています。ぜひ遊びに来てください。